ザ・ロンリー・アイランドとは、コメディ俳優、アンディ・サムバーグを中心に結成された3人組、コメディグループであり、彼らは、幼馴染み同士である。アメリカ合衆国の伝説的コント番組、サタデー・ナイト・ライブに、グループとして2005年から2011年まで、出演していた経験があり、この番組をきっかけに一躍人気グループとなった。2011年以降は、 サムバーグのみが番組に残ったが2012年にはサムバーグも番組を降板したヒップホップミュージックを基軸とした楽曲制作を主に言っておりこれまでに2枚のアルバムをリリースしているそのうち2011年発表のタートルネックチェーンは全米ビルボード200にて初登場3位を記録するなど 音楽面での評価も非常に高い。これまでにマイケル・ボルトンやリアーナ、レディ・ガガラとも共演した。全体的に歌詞は下ネタが中心だが、それとは対照的な非常にハイクオリティな楽曲に人気が集まっている。特にエイコンをフィーチャーした楽曲、アイ・ジャスト・ハッド・セックスは YouTube での総再生回数が1億回を超えており、 世界的に影響力を持つ代表曲である。2007年8月3日、ザ・ロンリー・アイランドが出演するコメディ映画、ホット・ロッド、目指せ。不死身のスタントマンが公開された。2009年2月10日、デビューアルバム、インクレジバードをリリースし、全米ビルボード200で初登場13位を記録する。現在までに累計で24万画枚以上を売り上げており、 2009年度のラップアルバムの総売り上げでは総合8位となった。2010年夏、タコンヌがサタデーナイトライブを降板する。ただし、2014年までのシーズンでは制作に関わることもあった。2011年5月10日、セカンドアルバムタートルネックチェーンをリリースし、全米ビルボード200では全作を大幅に上回る、初登場3位を記録した。 三人全員がラップするビースティボーイズのようなスタイルを基本とする。しかし、すべての楽曲に三人全員が登場しているわけではない。大物歌手をメインボーカルとしてフィーチャーし、ラップ部分をアンディ、もしくは他の二人が担当するといった楽曲も多い。全体的に電子ビートやシンセサイザーを用いたデジタルサウンドにラップを乗せるスタイルが多く、地で、いわゆる クランクと呼ばれる音楽性に近い部分がある。また、ほぼすべての歌詞に下品で卑猥なワードが含まれているため、これまでにリリースされたアルバムにはすべてペアレンタルアドバイザリーの楽印が押されている。ありがとうございます。